ございます。船には突起物や取り外し可能な手すりなどが多数ございますので、走ったり寄りかかったりしないようご協力をお願いします。小さいお子様をお連れの方は目を離さないようよろしくお願いします。後ろの、高性能20ミリ機関砲という機関砲ですね。その辺を担当しております幹部でございます。よろしくお願いします。この後まずこの大砲のですね、簡単な概要説明を、普段これを整備しております射撃員という、職種のものがおりますので、そちらに説明をさせて、その後、動かしていきたいと思います。では概要説明をお願いします。射程が約24キロないぐらいですね。
ってます。そんなことしませんが、実際に、先ほど説明があった薬莢の排出を実際にやりますので、この方針に、動かしたら見えると思うんですけど、方針の下側から薬莢がポンと出てきます。ここに毛布を持っているものがキャッチしますので、はい、そこもぜひセンターポイントです。そっちはこっちでしか見れないので、そっちの人はできるだけこっち側で見るようにお願いします。見えなかった方は YouTube いっぱい載ってますんで。一回タイミング言います。
174番に決まりまして、174番目に召喚された永井優斗君に対し、本館、護衛艦霧島艦長石井一太から記念品の授与式を行います。